宇田川洋安が表した、精密階層の科学実験図。ガスなどの外来語には、当て字を使って、漢字表記をした上で振り仮名をつけている。当て字とは、字の本来の用法を無視して、当座の用のために異なる語の表記に転用した、漢字などの文字。字を当てるのではなく、代わりとなる字を当てるので、当て字と表記されることもある。 当て字は字を当てるという日本語の表現に由来した概念であり、通例は漢字の転用について言う。具体的にはの両者を言う。また、漢字を使う中国などでは、文字の画数が多く煩雑で、正しい書き方が思い出せない場合、同音で簡単に書ける漢字や数字で代用することが行われる。中国語では、この種の当て字を白字と呼ぶが、これも、 過酌の一種である。当て字には、学年別漢字配投票や、常用漢字表に掲載されていない漢字や読みを使う、ものが多く、その場合、マスコミ等では、法令の定めにより使用することを原則として、避けている。前者では、部別、やゆなどの意味で、同じ発音で、悪い意味のある字を使ってできた当て字も存在する。日本語においては、 漢字とか名の根用によって、語の切れ目を表示するため、かつては、釈用語を含め自立語はすべて漢字表記する傾向があった。このため、標音文字で転写できるにもかかわらず、固有名詞の釈用語を中心に漢字による当て字の事例が大量に存在する。固有名詞の語形は中国語からの釈用が多いが、日本語独自の例も見られる。また、 これとは別に音訓を混用して表記するものもある。この他、自立語に対する当て字の例には、以下のようなものがある。などがある。また、夏目漱石が当て字をよく用いていた作家として有名である。現在の日本語では、漢字に加えひらがなとカタカナの混用によって、語の切れ目を表示するようになり、外来語はカタカナ表記されることが通例になっている。 上記の例からもわかる通り、漢字の可尺による当て字は、必ずしも辞儀を無視するとは限らず、特定の意味を持つ字を意図的に選ぶことがある。人名に漢字を当てる場合は特にこの傾向が強い。また逆に、特定の字を特定の音を表す当て字用の文字として、多く使うことによって、意味の換気を抑えようとする要例も見られる。また、当て字の使用が、 辞義に移った例もある。古くから漢語に、大和言葉が、義訓、熟字訓として当てられてきたが、大和言葉から和製漢語が生まれることもあった。例えば、物騒がしに、物騒、寄り合いに、寄り合い、寄り道に、寄り道などである。なお、誤解や漢文方言などの定着、漢語及び、日本語の単語の意味の変遷なども合わさって、和語と漢字の対応には、 曖昧さがあった。明治から始まる原文一致と文明開化による西洋文化の流入によってオーブン音社したカタカナにその意味から漢字を当て字する例も増えた。借用語をアとして扱い、つくづく時空を和に要塞したものとも言える。例えば、対象においては、などが使われている。また、 白話訓読において文脈に合わせて、ルビを振るのと同じように、和文においても文脈に合わせて、当て字が行われていた。例えば、生活、衰弱、爆発性、等下、要所、懐中時計、墳墓母、満女、西洋三竿人形、物語、波軌道、北極光、湯沸かしなどがある。なお近年、創作物におけるキャラクター名や、 いわゆるキラキラネームにもしばしば難解な当て字が用いられる。漢字以外の文字を使う場合もある。例えば現代中国語は原則として漢字のみで表記するが、最近の借用語の中には、ローマ字を語の表記の一部に用いるものがある。イコールカラオケ。これも当て字とみなすことが可能である。名教国語辞典による例えば、香港の茶山町では、レモン入りのコーラ。 命落を、ルイジオンの数字、関数字、例録と伝票に書くことがよく行われる。漢字ペディア日本漢字能力検定協会。https コロンスラッシュスラッシュ www.kanjipedia.jp スラッシュ。2021年4月2日閲覧。昼間なおかず。言葉マガジン、文字デジタル、ジスには入らなかったけれど。 朝日新聞デジタル。朝日新聞社。2021年4月2日閲覧。90090レトルトカレーで、口変に、か、口変に、リンの2文字で、カレーと読ませているもののがあるのですが、この、口変に、リンという字が、緩和辞典に載っていません。どういう字ですか漢字文化資料館漢字 Q&A、旧版大衆館書店。 2021年4月2日閲覧。笹原博之。元素漢字こぼれ話。高純度科学研究所公式ブログ。高純度科学研究所。2021年4月2日閲覧。abcdefghij。デジタル大事船小学館。https://dictionary.goo.ne.jp/.jn/. 2021年4月2日閲覧。コーヒーという漢字を最初に考案したすごい人。漢字カフェ。日本漢字能力検定協会。2021年4月2日閲覧。工事園。第四版 P2577.1991 年11月15日。第四版第一冊。ISBN400 から080101から。 ごはっと ABCD 伊藤光子、当て字について、日本文学史様第62巻、法政大学国文学会、2000年、80から89ページ、土井、10.150020002012音。僕高志功、近代語、ロマンの成立と変遷、立教大学日本文学第121巻、立教大学日本文学会、2019年、 494から484ページ、ドイ、10.14992-00017748。謝れる、文字文章、大町軽月1915年、ABCDEFGHIJ 白州詩集、北原白州1920年初九1924年、第21版。ありがとうございます。